前は秘密兵器だから言ったんですよ、うん、岡田さんが、うん、何すか岡田さんデビューしちゃったんですかすいませんもう笑ってたそれで初めてワールドカップに出るときにやっぱ選手は今やっとそこから冷静になって喜ぶことだってなるでしょ、うん、でもワールドカップに向けて今度準備しなきゃいけないじゃないですか、はいはいはい、なんででも予選で苦しんだでしょ、じゃあもっと世界で戦うんだったらどうしてか行かないとかっていう話にはならない、うん、いやまあその後になったあやっぱその後にはなるんだね、その後、はいはいはい、その後はやっぱりその前にダイナシティカップみたいなのがあって、うん、しかもアルゼンチン決まったでしょ、うん、初戦、うん、その時ボコボコに負けてるんです 5-0 で2本、うんはい、だからそれがあるからどういうふうに戦うかっていうのはもうそこから急にやっぱりなるよねみんなが、うん、でしかも僕らの時って親善試合は あったんですけど、はい、ガチンコで海外というあのあ大会ないですねないないガチンコ その、はい、だから向こうも日本を研究してくる、はい、大体にほら親善試合に来るとみんな秋葉原にあそうだね遊びに来るって感覚だからそんな本当に向こうは日本に絶対負けれないだろうし、うんうん、ね歴史があるチーム、はい、そうだよね確かにクロアチアもそうでしょうしだから日本はどうやって世界とガチンコで戦えるのかっていうのはみんな考えるようにはなってなったけど未経験な人が多いってことですよね今じゃ海外組でね海外の人たちと戦ってるとか、ね、全然未経験、はい、コンフェデレーションズカップで、うん、ワールドカップの前の年に同じような大会がプレカワールドカップみたいなできるとかもないってことですもんね、うん、そうかなかったんですねないないないマッチメイクもそんな強豪国と戦えるだけの日本サッカー業界になかったから、うん、はいそうかもうほぼほぼ初めてみたいなってこと全部初めてだからもうだからそのね飛行機とかもびっくりしたしジャンボ機貸し切りであ貸し切りで貸し切りでこうやってね日本代表しか乗ってないとか、はい、着いたらもうパトカーが先導してホテルまで乗って、そういやいや僕ら当たり前でしたよ、うん、ああそうか、うん、そんなのもうすげえもうそれだけ感動しちゃうみたいななんだこれなんだこれみたいなそれでまあまあやっぱりこう日本代表としてもやっぱりワールドカップ出て恥はかきたくないからそのダイナシティカップで 5-0 で負けてるとかあるからやっぱりそのねもう一回そうなる可能性は相当あるわあそっかだから前にもう守りから入った、うん、守りというか、はい、多分一人だと勝てないから、はい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 、まあ二人必ず2人行こうみたいな、はい、ユニットですよね、はいはい、1人に対してじゃあ2人行こうとかってことでしょう、ね、すごく運動力増やしてもうすごいハードワークするっていうアルゼンチンとかどういう感じだったんですかその日はもう嬉しいです僕はまあそう、まあ、そうですよ、ね、大ファン大ファンですからいや俺もやりたいだってそうでしょやりたい大ファンよそうですよねもちろん知ってますもうバティストゥータいてベロンいてうわオルテがいてオルテがやべえよみたいなうんまあ、負けてしまったんだけど、まあ、1-0 でなんとか、はいまあ、終わってでも僕もこれが一番忘れられないんですけど、はい、一番後悔してるのがワールドカップで僕ベンチにいて出れなかった、はい、まあまあ終わったから帰ったんですか、はい、もうなんかマティはイライラしてたんですよねその試合あ点取れないしもうガチ、まあ、1点取ったんだけど、はい、あのそうか点取ったけどあのしつこくバン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 来るから、ね、イライラしてたのかチームメイトにイライラしてたのかあそんなあのもう多分日本にすごい苦戦したことが悔しかったのかブワーッと怒って入ってきて、はい、ユニフォームバーッて投げてたんですよ、はい、点入れたのに、うん、そしたら僕の目の前にユニフォームが落ちてたんですよ確かパーティーのパーティーのユニフォームあのこのアルゼンチンのね欲しいこれは拾わないと、はい、だけど負けてると、まあ、負けてるそうかえバディもうこうやって行っちゃったんですか行っちゃったんですか行っちゃったんですではあるんですここにやべえどうしたんだろうどっちだと思うどっちだろう取るやろいや僕は多分取る俺も取ると思う取るでこう行こうとでもこうどうしようみたいな確かに負けてるのに全然見ますねどうしようって言ったらこっから向こうのマネージャーがスッと出てきたあとちょっともう本当に涙だったのにもうねあれが一番の後悔ですね後悔かそっかその時はもうずっとそれ思ってるんでしょだって欲しいわけじゃないですかだけど一応やっぱ負けてるしこうプロとしてのプライドもあるしっていうのもあって岡野さんでも負けないぐらいの早いマネージャーだったかもしれないね追っかけてもあれはね追いつけないマネージャーだって歴史的なあのユニフォームってことですよ、うん、いやね本当ですねマティが着てたすごいあの時ってユニフォーム交換そんななかったですかクロアチアはしたかな俺持ってるから
俺クロアチア途中から出てる、はい、アンディアして、してる、あ、してるからやっぱ出てると、そうか、だからバティは怒っちゃったから、もうそういう交換もしないでビューって多分控え室に入って、ユニフォームの話も本当嬉しいし、でも確かにこう勝ってんでこうするっていう話を裏側を聞けるっていうのがすごいですね。マジそんなだったんだ。だからそう今の思い出しました。さっきのちょっとジョールバル戻るとゴールキーパー、うん、あれも僕がこれガイナイの GM になって、うん、パープルサンガーとあの練習試合してくれることになって、はい、見に行って、はい、そしたらなんかその見たことある人がその殴りかかってきたぞ、はい、てめえな、いきなり、なんかちょっと笑顔で、お前な、お前、それがパプルさんの監督で、はい、その時のジョホールバルのイランの監督だったんですよ、京都の監督が、あの時のブラジル人の、それ知らんかった相手の、相手の監督も分かってなくて、だってこれカテゴリー違うからさ、練習生やってくれるから見に行っただけで、そっか、あ、じゃあ代表の時のイランの監督がその人やったわけじゃないですか。その時も知らんかったってことでしょ、選手にとって。それで知ってる。顔は見たこと。だから顔見て何となく分かったんだけど。ああ、そっか。なんでここにいるのかみたいになるか。そしたらマスコミが、まあ、ちょうどあのパープルサンガの試合の次の日から結構、まあ、メディアがいて、そしたらちょっと面白い、会見やってもらえないですかってなって。ああ、はいはい。緊急記者がいた。はい。その場で。誰と誰と誰、監督と監督と監督。あの時の。あの時の監督。ジョホールバルの時に。そんなありへんだ。すごくね、でやったんですか。やりますよ。でその時に聞いた話 で、はい、で君はねヒーローになったかもしれないと、はいはいはい、ネニオは、はいはい、イランは大変なことになってる、はい、まあ、そうだね、逆だもんね、国民だし、すごい大変だったと。でもまああの後勝って出たからよかったけど、うんうんうん、でもあのゴールキーパーいるだろうって、はい、あれは実はキャッチできたらしいんですよ、だけどもうイランはもう日本にこれ絶対勝つ方法は PK しかないって踏んだんだ、踏んでたってこと、だから痛がったり、時間かかって、確かに確かに、あれもキーパーはキャッチできたけども弾いて痛がらおうとしたんです。もう一回これ取った時に、ああ時間稼ぎのための、うわ、そしたら僕が痛がるんですって。あ、デメやってなんでここにいんだに繋がるんですね。そしたらそのもう彼からもう毎日のように泣きながら夜中に電話があって、うん、もう俺のせいでごめんなさい、俺のせいでごめんなさい、監督にで結構、まあ、ちょっとこう病気になっちゃった、精神、自分で背負っちゃって、だからそういうことがあったんだよっていう、あとから、でもそのぐらいの心理状況になるってことやん。今のお話って、でもさっき岡野さんが言われてた、本当に日本もそっちになってたかもしれないってことや。だから思いでやってたっていうことですよね。それがもう勝負の世界の怖いところというかね、はいはい、もうそうやってこっちは勝ったから日本はいいけどっていうことで、やっぱりもう本当にね、戦ってる時はもう勝負の世界だから、やっぱ勝ち負けがあるわけだし、それに勝ちうるやっぱメンタル持たないといけないっていうのは大事ですよね。そうですよね。うん、その奇跡をこういうふうに起こされた岡野さんが、そのドイツっていう意味じゃないですけど、ワールドカップ全部ですけど、奇跡を起こすっていう意味で、なんか今の日本代表に向けて何か思ってることってありますか。いや、もうあれじゃないですか、もうやっぱりもう気持ちだと思うんですよね。気持ちの強くというか、強く、なんか相手がどうだとかじゃなくて、もうワールドカップっていうかね、はい、もう予選突破したいならもうそこしかないんじゃないですか。なんかもうごちゃごちゃ言っても綺麗なサッカーしてても勝てないよっていうぐらいの、うん、かなと思いますけどね、はい、俺は思うのにね、岡野さんみたいな、ちょっとあの失礼ですいませんけど、飛んだ人がいないとダメなのかもしれないけど、ね、でもやっぱそういう思いよね。だってあのキーパー弾いたやつだって、キーパーを弾い、普通ならここいないよね、いないだけど大野さんだからいたわけじゃん、とかね、はいはい、なんでこの人ここにいんのとか、なんでこんな突拍子もないことをやってんのっていう人じゃないと、はい、俺はしかも今のサッカーってめちゃくちゃ組織化されて、はい、もうカバーはなんとかでってめちゃくちゃあるじゃん、はい、昔はねお前のポジションはお前がやれよみたいな感じだったから、はい、ある程度さっていけた部分もあるかもしれないけど、はい、今じゃもう組織化されてるから、はい、それを崩すって個人じゃん、はい、だけどそれをもう凌駕する、はい、なんか飛んだ人、そうだ ね、 そうだね、だいや本当そうですよね、綺麗すぎるんだよね、綺麗綺麗、だからそのインタビューもみんな綺麗だし、綺麗、はい、なんかこういても面白いよね、一人ぐらいだからね、ちょっとなんか、はちゃけてるっていうか、その、うんうん、まあ、本田圭佑じゃないけど、ちょっとね、あの、はい、
俺やってやるやってやるとかね、優勝するのは当たり前でしょうとか、ホタルなんか見て本田選手とかは見ててちょっとそういうの面白かったですか。いや、やっぱりプロだし、はい、エンターテインメント性もあったし、やっぱりそういうのやっぱね、でも言った限りはやんなきゃいけないわけじゃないですか、うん、はいはいはい、そうだ、有言実行的なね、自分にもプレッシャーかかるわけ、はいはいはい、だからそういう選手一人いても面白いのかなとちょっと思いますよね、確かにね、うん、でもワールドカップってやっぱり最後うまい同士が世界も含めて当たり前の中で、はいはいはい、最後はここということですね。だからやっぱりね、場数じゃないですけど、やっぱすごいわけですよね、ずっと活躍している人って世界で、ね、やっぱり本当にすげえでしょうね、もうハートが強くて。さあ、ということでございまして、初出場を知るとワールドカップはもっと楽しめる編前編をお送りさせていただきました。引き続きですね、この後福チャンネルの、はい、このコラボ動画もございますし、最後までご視聴ください。それでは、よろしくお願いします。それでは。メディアコネクトプレゼント企画ということでございまして、はい、今回もですね、そうですね、プレゼント企画の方、すごいね、これですよ、合成な、だって日本代表がゴルキで戦うやつをもらえるんでしょ。そうですよ、はい、日本代表オフィシャルユニフォームをですね、はい、アウェイと、ホームとアウェイと1名ずつということで、こちらのユニフォームが欲しい方はですね、メディアコネクトのツイッターをフォロー&リツイートして応募してください。応募方法ちょっと違いますので、はい、はい、ぜひとも応募してください、はい、そしてこちらの方、岡野正一さんが持っていただいているこの足型、アクリル足型と色紙足型、2つありますが、はい、その色紙の方は3つ、アクリルは3枚あるってことね、はい、はい、3枚あります、はい、そしてアクリルの方は1つということで、はい、岡野正一さんのサインが入ったこちらのサインの方はですね、うん、欲しい方はメディアコネクトのツイッターで岡野さん関連ツイートを引用リツイート &DM で、動画内キーワード、今から言いますよ、うん、野人の足型とメッセージをつけて応募してください。ぜひとも素晴らしいプレゼント企画になっておりますので応募してください。お願いします。ここ2です。気をつけてください。